さあやっていきましょう。マッパロックフィールド、お相手はベビー、よろしく。ここちょっとベビー怖いね。ウィーンって開いたら終わりだね。こちらトランクスだ、聞こえるか。スーパータイムマシンや必要な物資の転送は完了している。起動キーを探して指定ポイントに。違うよねこれ。スーパータイムマシンを起動するんだ。ありがとう。よし、いらっしゃい。おー今いたよー、仲間が死んだ。あれは無理、あれは仲間は攻められない。あれは無理だわ。その場所はまだ危険な可能性がある。彼は悪くないよ。俺たまたま俺が狙われた、俺狙われなかったけど、俺狙われてたら俺死んでたしな。今のたまたま仲間が犠牲になったから俺が助かっただけ。今のほんと運が良かった。どっちが死んでてもおかしくない状況だったもん。怖え。かわいそう。あーベビー2、スベビー2とか第二形態。もう遊びは終わりだ。いやーほんとベビーだけは第一形態怖いよね。いい方向行ったか。あー寄生体来るかな。来ない。ベビーに操られた民間人はこちらで治療する。いやーこれ距離的にそんな遠くないから彼の蘇生はむずいかもな。近くに民間人の寄生体もいるだろうし、彼はもうこのままゲームオーバーだね。チェンジレベル0ではあるしな。新しい起動キーだな。設置を急ぐんだ。いやーこれダメだ。救ってくれるか。救ってくれてるな。いやーでもこれ戻るんじゃない。さすがにゲームオーバーになんねえぞーっつって見に来るでしょう。あー救えたか。救えたっぽい。サイヤ人ポットリモコン、これは使って。おおもうスーパービビ2早っ。見せてやるぞ進化したツフル人のパワーを。これは爆速だ。こうなると大ダルも止められないのよね。せめてシェルノン呼ばないと。せめてな。近い。なんか近い。どっち行くかな。あの辺か。自販機あるか。いらっしゃいませ。偽人はいらっしゃいません。民間人発見。いやーこれどうするよ。チェンジレベル0の子もいるよね。ボールが6個集まってる。あと1個はわからない。さあ、あと1個はどこでしょうね。箱を開けたりしてボールは探してあげたいが、何なんだろうな。ボールのスタンプを打ってる人はいるんだけど、7つ揃ってるようには見えないんだよね。俺にくれっていう意味で言ってんのかな。それともボールの在りかをなんとか示そうとしてくれているのか。これレーダーあるぞ。ボールレーダー、これ俺が取るよりレベルダーレベル2とかレベル3持ってる人に取ってもらわないと。俺がレベル1で探すよりそっちの方が効率がいい。譲るわこのレーダ
俺見つけられる気がしない。まずボール先に探すか。レベル3。あー、キーレーダー出た。じゃあさっきのレーダー取るか。さっきのレーダー取って、動機を失っているようだな。治療はこちらに任せてくれ。でボール集めよう。あら、集まったな。なんだ、いらなかったか。はい、一応ね。じゃあ俺ちょっと C 行くか。クイックスリープ。までまだかかるよ。まあ神論は呼べそうな気がするけどね。タイムパトローラーではない。ここで呼ぶか。回収した。これは一回離れようか。はい、一応差し切れたし、エーブル3だから俺次守りに行かなきゃいかんな。バースト。リバースショットだ。よし、止めた。一応必殺技で防がれるのは止めたが、防がれた方が良かったまであんのかな。これはシェンロンサバイバーの方がいいぞ。あー、外してるね。これシェンロンサバイバーのアシストに行かないとやばいな。頼む、一回死のサバイバー逃げてくれ。一回逃げてくれ。死のサバイバー死んじゃうとまずい。もう体力半分一気に持っていかれたね。レジスタンスついてないんじゃないか。これ呼んだ瞬間にこのダメージ受けるってことある？近接でもこれはなかなか。軌道の意識高いから、これもう討伐で死のサバイバーのダメージもあるから、起動の方がいいかもな。ギリギリまで触っちゃおう。もう了解、ええ、了解了解、もらっとくわ。やばいか。起動進んでるぞ。あれは死のサバイバーだ。死のサバイバー行った。まあ行くか。一応ドリンクで2回変身できるし。いいよ。起動成功。なんとかなった。いやー、進化早くて危なかったけどね。シェンロンさえ呼べればなんとかなる可能性が高いんだよな。なんだこれは。ベビーは。オッケー。お相手はザマス。よろしく。
ここスタートは3人じゃ多いのよね。どっか移動したいな。でも宇宙船使っていくのは若干怖い。まあ行くか。いない。D 方向はもう食べられちゃうな。ありがとう。起動キーが見つかったな。設置に向かってくれ。厳しそうだね。せめて E だけでも救うか。もうブラック行くと思うんで。こっちか。こっちか。さあ、多分あと1人か2人で食べるから、ロゼまではギリいかないぐらいだと信じたいが、サバイバー全体のチェンジレベルの量から考えると、だいぶ進化が遅れてるので、民間人に3人食べられてもおかしくないね。いらっしゃいませ。アイコアリー。設置に向かうんだ。伊勢じまい。ギリギリつっついてみますか。危ないけど。うわ、ここいるじゃん。食べられた。今探知失敗してる。あ、見つかったわ。新しい起動キーだな。設置を急ぐんだ。離れます。なあこれ。よし、この辺は十分探索されてるな。みんな瞬間移動でこっちに逃げてくるね。いやー、俺これまだいると思うな。民間人どっかに。助かりました。新しい起動機が見つかったぞ。うん、いるね。どこだろうな。 E だったらまあ多分救えるだろうけど、仲間たちが。うん、 C でこのままパクッと食べられると厳しい。食べられたか。まあそうなるかなとは思った。ロゼです。まあ補給物資が出るし、スーパートランスボールも出るんで、ネガティブなことばかりでもないよ。バレたか。昨日探知 130m も届くの？マジか。なんかバグってない？おお、止めた。今そちらにスーパートランスボールを送ったぞ。探知するんだ。おお、ダメージ出すね。フィニッシュバスター命中。いいぞ。また起動キーが見つかった。設置に向かうんだ。お、スーパートランスボール。うわー、逃げます。一旦ここに隠れよう。追いかけてくる気はなさそう。 OK。 じゃあチェンジ回復。いやー、さっきの人火力出てたな。バニッシュからの魔観光殺法。どの人だったか見てなかったけど。チャーミングで妨害もちゃんと持ってたから、最初からブラックを討伐することを想定してスキル積んできてるタイプの人だね。慣れてた。一旦この辺でチェンジ回復しながら
安静にしておきましょう。スーパートランスボールサバイバーも変に突っ込まないようにしてくれてるみたいだし、結構慣れてるな、サバイバー側は。サバイバー側で、ああいうそろそろ一回逃げようかってタイミングでさ、バニッシュマカンとか決めてダメージ出せると一気に討伐の可能性広がるよね、ザマス戦って。ああいうのも積み重なってさ、後半もうほんと即死が瀕死になっちゃうじゃん。よくわかってるな、サバイバーたち。すごい音してるな。スーパー魂出た。誰もダウンせずにスーパー魂が出るか。いやー、やるね。ブラックカメハメハが撃ってくるでしょうね。エリア破壊か。了解。じゃあギリギリまで触ります。ここが一番チャンスではある。お手軽逃げ構成、ぶっ壊れ構成ともいう。でまあバリアは戦闘の記憶持ちがいるかもしれないんで譲ってもいいが、いやー、当たり 50% まで来たか。まあ、これはもうほぼ討伐狙われるな。警部士もしかも出てしまうしね。こうなるとね、やっぱロゼ行ったことを後悔するんだよな。スーパートランスボールは気弾打ち放題、ここから補給物資も出るという地獄。 OK、 バイア回復。エリア破壊も一回使ったからもう逃げはない。テンジェブルさんが解けた。次誰か変身したタイミングとかで一緒に行ってあげたいが、レベル1か、レベル1か、近接入らんな。宇宙、誰かやられた。もし救助に向かう場合は十分注意して行動してくれ。フィニッシュバスター、あ、惜しい。さあ、とりあえずバリアは1個置いてきて、ドリンクにもシグナルが刺さっている。もう一発当てたかったけどね。お、レベル3もいける。了解。仲間が助けを必要としてる。1人やられるが、その場所はまだ危険な可能性がある。どこだろうな、あれ。中央か。何かしらアイテム持って帰りたいな。あ、スーパートランスボール死んだのか。これはちょっとわからなくなったね。ドリンクはあるし、誰かやられた、なんとかなるかもしれんが、危うさは出てきた。マリア持って俺救助行こう。ここで本来来ちゃいけない人が救助に来ると負ける筋めっちゃ上がるから、ここはチェンジできない人がしっかり助けに来なきゃいかん。ここまで来るとまあ軌道の線も一応あるはあるね。薄いが、お、討伐ナイス。全員生存か。いやー、レイダーも結構強い人なんですけどね、よく当たる。おお、ブラックが多いな。ブラック4人だ、珍しいね。まあロゼが2人いるけど、だいたいセルか、まあピッコロか、そうね、トランクス幼年期になるけどね。
珍しい。 GG です。